たら金運上がったってことありますか？月券、オカルト券、風水券も OK です。メルカリで状態はいいけど一部破れたヴィトンの財布を買った。ヴィトンのリペアに出して直してもらって、使ってたらめちゃくちゃ金回り良くなった。前の持ち主が金持ちだったのだろうか。お金持ちの財布をもらうといいっているよね。芸能人は売れてる先輩からもらう人いるよね。財布の恩返しかも。私だったら捨てないで破けてたの直してもらったら嬉しいもんな。一応来福のお札を貼る。渋いね。6年ぶりくらいに今年貼ったんだけど金運良くなった。初耳、調べてくる。都内の金運すごい神社に行った後、転職したら時給400円アップしたよ。もしかして小網神社かな。正解です。時給400円は大きいね。全く信じてなかったけど効果あってびっくりしました。ゲッターズさんおすすめの小網神社にお参りするようになったら良くなってきた気がします。と言っても遠方に住んでるので1年に1回くらいお参りするのを3年くらい続けてるだけなんですが、それにせっかくお参りしたのだから時を張ってるのもあると思います。数年前に引っ越して家から近くなったから今は3日に一度行ってる。小網神社に最初に行った時に引いたおみくじにロト6を買うと良いと書いていたから、初めて小網神社の近くの乗り場で買ったら1000円当たったよ。初めて買った宝くじで当たったから本当にびっくり。私はなかなか治らなかった怪我が治るようにお願いしたら、その後すぐ良い病院が見つかってすぐに怪我が治った。わあ、すごく羨ましいです。良い病院も見つかって良かったですね。恋愛対象になる人とは、バリカンをやめたら金運が爆上がりしました。貧乏ケチな人とは縁ができなくなって、お金持ちで余裕のある方としか縁ができなかったので、全てがうまくいくようになりました。確かにこれはある。支払いの時、普段の言動など何かモヤモヤする人との付き合いをきっぱりやめたら、裕福でまともな人しか残らなくて、いつの間にか経済レベルが上がったというのはある。共感。やはり私もお金持ちとしか関わらないことにしてます。元彼がそこそこ収入でケチ根性でしたが、物の考え方とかも含め全く合わなくて、お金持ちを見てきただけに余計に感じました。お金持ちは心に余裕もあるし運気含め伝染しますよね。パワースポット巡りが趣味の人と付き合って数年間いろいろ回っていて、臨時収入が100万超えてる。どこのご利益かわからないから、全てのパワースポットにありがとうございますという感じでお礼参りもする。大掃除すると運気が上がるって言うけど、お掃除を始めると大部屋の悪霊でも住みついて呪われているのか、いつも負けて体調不良、気分悪くなって最後まで続かない。運予備チャンネルの桜庭さんがそう言ってたよ。邪魔してくるんだって。クローゼットは特にいるらしいから、窓開けてクローゼット開けるだけでも少し変わるかも。掃除の時にホコリを吸っていませんか？見えないようでいて意外とホコリって溜まっているので、中にはダニの死骸など体に悪いものが盛りだくさんです。吸うとすぐに頭が痛くなります。二重にマスクしてみてください。体が楽ですよ。今の時期は熱中症にも気をつけてくださいね。見当違いの話でしたらすみません。ファッションや生活用品は少数精鋭を心がける。1万円の服を10着買うより2万円の服を5着で回す方が金運的には良いです。一番良くないのが質より量で、安物を大量に買うこと。偉いな。私は高いもの買うと汚すのが嫌で、安いものなら汚れても気分的に楽だから、そういうものばかり買ってしまうよ。会えば愚痴ばかり言ってる人と縁切ったら臨時収入増えたわ。縁切るのには勇気いったけど切ってよかったよ。愚痴を言う人は不幸をもたらす人だから、離れた方がいいというのは本当だよ。確かに健康になってきてるし、生活のグレードが上がった。あと夫婦仲が良くなった。あんなに我慢して付き合うべきではなかった。時間泥棒だよね。私もやっと離れられましたよ。実家を掃除したら亡くなった父の貯金箱や本が出てきた。本は売ったら2万くらい、貯金箱から30万も出てきたよ。金運かわからないけど汚いままにしておかなくてよかった。たまたま血圧高めで通い始めた病院だ。綾部にそっくりな面白くて優しい先生の病院だった。
定期的に血液検査と体重測定をするから、間食やめようとなって体重は減って、コンビニスイーツとか買っちゃってた分のお金は貯まってきてる。たまに体重増えると、ちょっと増えてんじゃん、頑張ろうよ、と嫌味がない感じで励ましてくれて癒されてる。健康のためにもダイエット頑張ろうと思ってる。ゆい先生と出会えてよかったね。苦手、嫌だと感じる人間関係は切る。自分を大切にしてくれる人と付き合う。これが効いた。地元の神社で家内安全のお札だけ買って、家の一番高い棚の上に置いてただけ。その後他に用意しなきゃいけないお札や並べる順番や備えるものがちゃんとあると知って、神社で教えてもらったり、ネットで調べて榊やおみきや水、米、塩など用意して、割とちゃんとした神棚コーナーになった。お金の巡りや良くないことあっても最悪の事態免れたりと、運の底上げにはなってるみたい。トピ主さん、トピだて、めっちゃありがとうございます。このトピすっごいテンション上がるから好きです。やっとトピが立ってくれてすごい嬉しいです。職場のトイレ掃除担当になってから、自分の家はあんまりしないけど、人の運をもらってる気がする。7年くらいで資産6倍くらいになった。違和感を覚える人とは会わないようにしている。その日用事がないからって、暇だからって会わないようにしてる。人を大切にしない人と会ってると金運まで悪くなる。会わない人と完全に離れると会う人が不思議と現れる。思い切って悪縁を断ち切る勇気が金運が上がるコツかなって思ってる。イチローは野球が下手な人の素振りは見ない、下手が映るからというくらい徹底してたらしい。人は身近な人の影響を受けてしまうものなので、会ったり会話すると必ず影響されるから視界に入れない、話を聞かないように注意してる。薄い人や人のお金を当てにするような人と一緒にいないようにしてる。なぜならずるさを覚えてしまうから。それをしなくても大なり小なり影響されてしまう。親しくないのに誕生日アピール、簡単に他人におごってっていう人とは距離を置いてる。玄関に靴を置かない、とても効果あって驚きを隠せない。玄関のたたきに家族分の靴がずらっと並んでる家や、足の踏み場ないほど靴がある家あるけど良くないよ。特にその時に履いてない靴は靴箱にしまった方がいい。白い動物とか金の動物が夢に出たら宝くじを買う、大体プラスになる。不思議とお金に縁があるんだけど、やってることはお金を床に置かない。この意味はお財布が入ったバッグを床に置いたりしないことかな。これは昔から祖母から言われてた。お金は大事にする人のところに行く、もしくはお金はお金のところに行くって。あとお財布の上に物を置かない。なんだか失礼な気がして説明が難しいんだけど、子供の時からお金に対して何か人のような感覚を持っているんだよね。お金には魂があると思ってる。参考になったコメントはありましたか？皆さんの金運が上がった方法などあればコメントで教えてください。ではまたお会いしましょう。